皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート310をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、井戸の秘密。ついこの間、うちの妹が井戸に落ちて死んだ。井戸に落ちて死んだなんてバカだなぁ。と思う奴はいるだろうけど、違うんだよ。うちの母ちゃんも、ばあちゃんも、井戸に落ちて死んだんだ。いつも転落事故って済まされるんだけど、転落事故といっても、いろいろ不可解な点があって、水がない。井戸に行く意味がない。転落事故なら骨などが折れてるはずなのに傷がない。みんな、はてな、と思ってるだろうけど、いつも何事もなかったように済まされるんだ。俺はいい加減おかしいだろうと思って、父親に聞いてみたけど、何も話してくれなかった。そこで、井戸に行ったんだ。ロープで下まで降りて、変な点はないのだろうかと思って、少しの間じっとしてみた。何も見えないし、ただの井戸って感じだった、最初は。そろそろ帰ろうかとした時に、壁の方から、ボー、ボー、と音がした。声なのか、音なのかわからなかったけど、最初は低い音だったのに、だんだん、ほー、と高い音になっていって、それで俺はすごい勢いで井戸から出た。そのことを父親に話したら、泣きながらグーで殴ってきて、もう行くな、絶対にだ、と言ってきた。なんで、と問いかけても、父親は何も言わないし、少し震えていた。ばあちゃんが井戸に落ちた時に、井戸をなくせばよかったんだけど、父親がそれをすごい否定してたから、井戸は壊せなかったこともあって、父親は絶対に何か知ってると思った。聞いてみたいけど、怖くて言い出せない。殴られるのも嫌だしね。文才なくてごめん。第2話、神人形。初投稿です。ちょうど3年前の話。やっぱ夏は肝試しだろ。という私の思いつきで、友人の H、M と、事故で死人が出たばかりのトンネルへ遊びに行きました。そこは車で15分くらいの、地元でも有名な心霊スポットで、酒の入った私たちのテンションはマックスでした。ついて真っ先に目に入ったのは、花と線香とジュースとお菓子。死んだのは20代くらいの男性だったらしいです。一応私たちも持っていた缶中杯とつまみを備えて、呪わんでくださいねー。なんて言いながら道の端に車を止め、トンネルへ歩いて入っていったんです。ですが予想に反し夜中にもかかわらず交通量の凄まじいこと。私たちが期待していたものは全く現れそうにありません。おいおい、こんなんで幽霊見れんのかよ。成仏しとんじゃね。つまんね、などと言いながら、また3人で車へ引き返すと、その路駐させている車の向こうに、背の高い草に挟まれた道があるのが見えました。これは行くしかない。私たち3人は本当にバカでした。ただ単に怖いもの見たさと好奇心で、人がやっと通れるほどの細い道を進んでいったんです。で、結構歩いた先にあったのは、お約束とも思えるオンボロ廃墟。バカのテンションはマックス。これは絶対出るやろ。なんやここ、寺か。やべえ、絶対出るって。
誰も止めないんで、もうやりたい放題して、廃墟の探索を追っ始めました。ですが廃墟、とは言ったものの、私の住んでる田舎ではよく見る物置小屋で、農具とか、そういったどこの家にでもあるようなものが置かれているだけでした。でも窓は割れていたし、鍵もかかってなかったので、廃墟と勝手に決めつけて探索していたんです。すると、ガシャン、という音がした後、M がぶっ倒れました。私も H も冗談半分に転んでんちゃうぞ間抜け、わらわら、やら、お前物壊したら弁償やけんなわらわら、などとからかっていると、M、足首つかまれた。そう急いで起き上がって叫びました。H は、アホか、と呆れ気味に言っていましたが、どうしても幽霊を見てみたい私は、マジか、捕まれたん、どこで、などとひとしきり聞いた後、M の指さす方を携帯の画面で照らしました。で、あったものもお約束。お札の貼られたつづら。そして間髪入れずに札を引っぺがし、中身を床へぶちまける H。これにはさすがの M もドン引きしていました。ですが床へぶちまけられたつづらの中身。おんぼろの市松人形、らしきもの以外は可愛らしいもので、おはじき、ビー玉、お手玉、筆、あとはなんか、人の形に切り抜かれた紙、まあ携帯の明かりでしか見ていませんが、かなり年季の入ったものに見えました。すると M が、お手玉とか、もし封印されとったんが俺らんとこに出てきても、あんま怖くなさげやな、わら。私、今日、布団の中に出てくるのは幼女かもなわら。座敷わらし的なわらわら。そんなバカ二人でキャッキャウッフな話をしていると、H が冷静に一言。おかしい。私も M も顔を見合わせて、はぁ、なんて言いましたが、H が言うには、他のお手玉だか人形だかはかなり古いのに、この、人の形しとる紙だけま新しい。作ったばっかみたいや。そもそも座敷わらしをこんな厳重に封印すっか。あとこの紙切れに字書いてあるけど、字じゃね。以上のことを冷静に聞き入れ、私たち三人は悲鳴を上げながら走って車まで帰りました。そんで車に乗って、電気の下で自分の腕見てびっくり。なんとその紙人形が貼り付いていました。急いで引き剥がしましたが、紙人形についていたであろう血が、私の腕にまでついて、反狂乱状態。ですが家に着く頃には、その血もこすりまくったせいで見えなくなってしまい、私も M も、おとなしくその日は家へ帰ることにしました。で、問題は家へ帰った後、愛犬に吠えられまくるし、風呂に入ったら窓の向こうに人影が見えるし、マジで着いたの、なんて期待半分、不安半分の状態で布団へ入り、少しうとうとし始めた時、出ました。赤い着物を着て、おかっぱ頭の前髪を、可愛らしい紐で縛った。色の白いお人形さんのような幼女。ではなく、くすんだ着物を着、髪は長く真っ青な顔をしていた、ガリッガリの男。そいつが枕元で自分を見下ろしているんです。私、ビギャー。本当にこんな感じに悲鳴が出ました。幸い金縛りにはかかっておらず、私は転がるように部屋から脱出したのですが、その日は他の家族がいなかった。
怖すぎて家にいることもできず、素足のまま外へ飛び出して、一番家の近い友人宅へ転がり込み、南無阿弥陀仏を唱えながら一晩過ごしました。その友人からしたらいい迷惑だったでしょうね。そして表が明るくなると急いで外へ飛び出し、知人が神主を務める神社へ転がり込んだんです。するとその神主さん、私を見るなりすごく険しい顔を。ほんと朝早くからすんません。なんか、その、昨日男が立っとって。あの時の自分は、何を言っているのか全くわからなかったと思います。ぶっちゃけ、何を言ったのか今でも思い出せませんから。そして私の話を黙って聞いてくれていた神主さんは、腕のあざどうしたの？そう私が落ち着くと優しく聞いてくれました。私、あざ。神主、そうそう、右腕の。一応確認しましたが、そんなものどこにもありません。神主、なんか、右腕に変なもん触らなかった。心当たりは一発で思い浮かびました。昨日、あの紙人形は右腕に貼り付いたんです。泣きそうになりながら、昨日の肝試しのことと、つづらのお札のこと、あと紙人形のことを説明すると、神主さんは一度深く考えた後に、神社の奥へ戻り、少し経ってからまた戻ってきました。なんか、棒の先に紙、みたいなのがついた、埃叩きのような神主ステッキ、私たちはこう呼んでいます、思って。そして私の右腕を掴んで、ペシペシしたり、呪文唱えたり、なんか酒みたいなのかけたり、しこたまやった後。無理。絶望的な言葉をぼそっと言いました。なんでも、神主さんじゃ手に負えないとか、どうやってもあざが消えないとか、私の守護霊様が消えちゃってるとか、守護霊が消えたらどうにもならないとか、そんなことをたくさん言っていたような気がします。ごめんね、神社を出るとき、神主さんの方が半泣きになりながら、最後には私に全種類のお守りを持たせてくれました。本当に申し訳ないことをしたと思いましたが、これから、自分はあと何年生きられるのか、切実に不安になりました。大丈夫、お守りがあったら3ヶ月は持つから。その言葉が本当に苦しかった。神社を出た後、家に帰る気も起きなくて、栄一の家へ行ったんです。もしかしてあいつも取り憑かれて、私と同じような奴に追っかけ回されてるんじゃ。なんて、少し不安になったんで。でも杞憂というやつでした。栄一、元気そうに庭の草むしりしてましたから。そこで自分の身にあったことを報告したら、栄一爆笑。しまいには M も呼んで、心霊写真撮れるかどうか実験しよう、とか言い出す始末。その日は腹立って帰ったんですが、元は栄一がつづらの札破いて中身ぶちまけたのが原因じゃないですか。私のところに化けて出てくるなんて逆恨みもいいところだ。そう怒りの方が大きくなっていって、誰もいない家へ帰ったんです。3年前は今以上にバカでしたからね。ついてるやつと怠慢張って、ねじ伏せてやろうという安直な考えで動いたんです。呪いより剣のが強いだろうと本気で思っていたんで。で、自宅で一人になってようやく気づいたんですが、本当にポルターガイストってあるんですね。
冷蔵庫急に開くわ。中から牛乳倒れてきて床にぶちまけるわ。テレビが3分に1回くらい電源落ちるわ。散々でした。そしてようやく夜になって、いよいよ決戦かと自分の中で腹をくくって風呂入って水飲みに台所行ったら、犬が壁の方へ向かって、めっちゃ吠えてたんです。私そこに奴がいると思い、急いで食塩投げたら、犬が吠えるのやめちゃって、私そこで退治した気になったんです。やべえわら、食塩マジ強えやんわら。なんて言いつつ自分の部屋へ行って布団に入ったら、部屋の本棚が倒れました。そしたらどんどん他のも倒れ始めて、もう怖くて怖くて、布団から出て立ち上がったら、左隣に昨日のやつがこっち向いてぴったりと立ってたんです。身長は当時162の私と同じくらいでしょうか。もう悲鳴も出ませんでした。急いでまた台所まで行って、次は愛犬を抱えて私の部屋へ放り込みました。今思えば最低な飼い主ですね。しばらくギャン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 、犬の騒ぐ音が聞こえた後、静かになったので中を覗くと、もうそこには誰もいませんでした。あいつの弱点は犬だ。バカなりにいい点はついていたようです。その日犬と一緒に寝ると、もう飼いには会いませんでした。そして次の日、H に車を出してもらい、M も一緒に例の心霊スポットまでまた行きました。また適当に路駐して、細道をたどって、着いた先は先日の物置小屋。と思いきや、そこは壁で行き止まりになっていました。道を間違えたかといろいろな場所を探しましたが、小さいとはいえ小屋を置くスペースなんか、どう見てもありません。何時間もさまよっていたんですが、あの日はみんな酔っていた。そう結論付けて解散となりました。私としては酔っていたじゃ済まなかったんですがね。それからも会は幾度となく続きました。昼夜問わずあいつの姿を物陰なんかでは必ず見るし、何の前触れもなく近くのものが落ちる。視線を感じるとかはしょっちゅうでしたが、だんだんそんなことにも慣れていきました。悪霊らしく危害を加えるといったこともなかったので、しまいには容姿からホラーマン、などとあだ名をつけて呼ぶようになっていました。今ではとてもいい思い出です。第3話、犠牲。趣味でいつもまとめサイトを閲覧してます。そんな俺もこの間、初めて奇怪な出来事に出くわした。20日寄稿させてください。医大の動物実験棟で研究をしている。夜0時も少し回った頃、教授に命じられた仕事をしに、研究室に戻った。誰もいない部屋で一人パソコンに向かっていると、突然休憩室のテレビからバラエティ番組の音声が聞こえた。と思ったら音はすぐに切り替わり、犬や猿など、たくさんの動物の鳴き声になった。何事かと休憩室に向かうが、みるみるうちに音量が上がり、鳴き声はえらい騒音になっていた。休憩室のドアに近づいたその時、音はパッとやんだ。休憩室の中を覗いてみると、テレビの電源は切れており、他に音源となりそうなものはなかった。何がなんだかわからず、呆然としていると、ふと思い出した。その次の朝は、年一度の実験動物慰霊祭が行われることとなっていた。いろいろと察し、仕事はもう切り上げて、
慰霊碑の方向に向かってゆっくり合掌して、その日は宿直室で寝た。なんというか、こんな仕事をしている俺が言うのもなんだが、薬はもう人間にとって切っても切れない存在になっている。しかし、いつも気軽に使っている薬は、すべからく小さな命の犠牲のもとに開発されたものなんだよな。どうかそのありがたみを忘れずに薬を使ってほしい。そんなことを強く再考させられた出来事だった。乱文失礼しました。第4話、日本のお化け。昔、おばあちゃんから聞いた話。おばあちゃんの住んでいた地域は何度も空襲にあったという。ある夜、警報が鳴り、近所のみんなで防空壕に避難する途中、防空壕の付近に爆撃を受け、みんなは覚悟した。すると、いつの間に混じっていたのか、見たことのない子供が先頭に立っており、空を見上げていた。小さな町内だから、知らない子供などいるはずがないのだが、見覚えのない男の子だった。すると、空を見上げていた男の子がそのままの姿勢で、ぬーっと体が伸び上がり、みんなを包むような姿勢で空を塞いだ。敵機の焼夷弾は男の子の背中に落ち、燃えていたような感じだったとか。みんな唖然となったが、それよりも燃え盛る炎が、いつ自分たちに降りかかってくるかと恐れ、小さく固まって頭を抱えていた。男の子はそのままおばあちゃんたちを包み込み、長く続いた空襲から守ってくれた。爆撃が終わると、元の身長に戻り、ペコッと頭を下げると、走ってどこかへ行ってしまった。幸いなことに、その時その場にいたみんなに怪我人は出なかった。終戦後、おばあちゃんのお母さんや近所の人が、あの時の子供のお化けにお礼をと、方々に聞いて回ったが、子供の情報は得られなかった。おばあちゃんは、何だったのかわかんないけど、お化けが守ってくれたんだねー。日本のお化けはやっぱり日本人の味方なんだねー。と言っていた。また、地元に伝わる伝承に似たような話がある。数百年前、この辺りは小さな農村だったらしいが、大飢饉の際、一人のわらべがぐっと背伸びをすると、その体は遠くの山を越えてしまい、大きく伸ばした腕いっぱいに、魚や木の実や米俵を抱えて戻り、荒れ果てた田んぼにどさっと落としてくれた。わらべは何度か食料を運んでくれて、そのおかげで村人は生き延びることができたとか。が、一方で、帰宅中に後ろをついてきた男の首と肩がどこまでも伸びて追いかけてきて、方法の手で家まで逃げ帰ったが、数日もたず凶死してしまった。なんていう怪談も伝わっている。第5話、窓に喋る女。多分、そこまで怖くないけど、幼少だった自分が何より恐怖を覚えた時の話。幼稚園年中の頃、膝の持病で、手術することになった。3日間、母と共に入院し、2日目に手術。1日目はテレビ見たりして、寝たんだけど、10時頃にトイレしたくなって起きたの。まだ起きてる患者さんもいるし、怖いとかは思わない。行くとき、203号室を通ったんだけど、ドアが開いてたの。4分の1開きぐらいで、好奇心で覗いたら、髪の長い若い女性が、窓に向かって喋ってた。
多分、窓の向こうに誰かいたんだと思う。なんとなく印象に残った。トイレから出て、部屋に戻るときにまた覗いたの。まだ窓に喋ってた。二日目に、家族がお見舞いに来てくれた。いろいろ話した後、ロビーまで見送ることにした。私の部屋が、確か、206号室で、ロビーまでに、205、204、203、202、201って通るわけ。また、4分の1開きで、窓に喋ってるの。見送りが終わって、部屋に戻る時もまだ喋ってた。トイレに行く時とかも毎回確認したけど、ずっと窓に喋ってた。二日目の夜も、トイレしたくなって起きたの。今度はドアが閉まってて、トイレから戻るとき、今度は半開きぐらい。覗いたら、女性がこっちを見ながら、口をパクパクさせてた。なんて言ってるかわかんないし、それどころじゃなくて。なんかその人、顔が青白いの。若い女性なのはわかるんだけど、死ぬ間際のおばあちゃんみたいな。三日目、朝から退院だから、荷物持ってロビーに向かってた。203号室は、全開になってて、中見たら誰もいないの。まあ、退院後は、普通に暮らしてて、でもまだ通院中なの。多分、退院してから2ヶ月ぐらい後に行った時に、知ったんだけど、203号室の女性って、脳の病気だったらしい。看護師さんたちも、怖がってたらしい。その女性は、私が手術した日の夜に死んだんだって。時刻も聞こえたんだけど、私が時計見てないからわかんないんだけど、だいたい、私がトイレから部屋に戻ってきたあたりの時間だったらしい。こんなの怖くて姉にしか言えない。第6話、テンポポ様。かなり長い話になると思います。乱文&打文は目をつぶってくれると嬉しいです。俺の地元には、奇妙な風習がある。その行事の行われる山は、標高こそ200メートル程度と低いものであるが、一本の腐ったしめ縄のようなもので、お山をぐるりと囲んでおり、女はもちろん、たとえ男であっても、普段からその山に立ち入ることは許されていなかった。それでも、時々調子に乗ってそのしめ縄をくぐって、お山に入ろうとする子供が現れる。実際俺の年の離れた兄貴の友達が、そのしめ縄をくぐってお山に入り込んだらしいのだが、その事実を聞きつけてきた村長連中にお堂に連れて行かれ、三日三晩眠ることすら許されないほどの激しい暴行を受けたらしい。それを聞かされて育った俺たちは、もちろんお山に近づくようなことはなかったし、俺たち地元の子供たちにとって、お山は恐怖の対象でしかなかった。そんな奇妙なお山であるが、数年から十数年に一度、不定期に人が足を踏み入れることがあった。お山の木々が色を変え、突き抜けるような青空と、どこか冬の匂いを思わせる風の吹き出す10月に、その年21、2歳となる少年たちが集められ、白装束を着せられて、お山を登らされるのだ。ただ一つ、お山に入ったら一言も口を聞くんじゃないぞ、と念を押されて。俺がお山に入らなければならないと聞いたのは、その奇妙な行事の行われる10日ほど前のことだった。両親から話を聞いた段階で、
俺はすでに泣き出しそうになっていたが、村の決定だ。逃げ出すことは絶対にできない。お前にはすまないと思うが、辛抱してくれ、と、頭を下げてくる両親を見ると、その願いを断ることはできなかった。それからの日々は、あっという間だった。一切の外出は禁止され、食事の内容がガラリと変わった。大好きだったハンバーグや焼き鳥のような、動物の肉を使った料理は食卓から消え去り、その代わりに老人が好みそうな、菜食中心のものとなった。しかも、それらのほとんどが塩のみで味付けされており、その他の調味料すら使うことを禁じられていたため、それらの料理をもしゃもしゃ食べながら、当時はゲージで飼われるウサギにでもなった気分だった。前日に至っては、それまで3食あった食事すら禁じられ、口に含めるものは水と塩だけとなった。そんな生活のせいで、俺の体はみるみる痩せてしまい、その10日間で体重が6キロも落ちた。当日は太陽が昇る前に、4時から5時頃に両親に起こされ、どこからか持ってきていた白装束を着るように言われた。前日まともに食事をとっていなかったせいで、体力は落ちていたし、早朝に起こされた眠気もあって、俺は始終フラフラしていた。意識が朦朧とする中、俺の自宅に俺と同じような白装束を着た大人が何人も訪れた。彼らは両親と話をした後、俺をワゴン車に乗せると、九段の山に向けて車を発車させた。俺を乗せた車は、街灯もない田舎道をしばらく走った後、静かに停車した。車に乗ってからというもの、大人たちの発する異様な雰囲気に、俺はもはや借りてきた猫のように縮こまり、停車した時には少し安堵したのを覚えている。車から降りると、その場には俺と同年代だった、A、B、C、D がいた。皆一様にして顔色が悪く、10日前には考えられないほどやつれている。きっと俺も、彼らと同じようになってしまっているんだろうなと、げんなりしていると、白装束を着た大人の一人が、俺たちの前に出てきた。今からお山に入る。わかっているとは思うが、俺たちがいいというまでは口を開くなよ。俺たちと同じ白装束に身を包み、顔には同じく白い布をかぶせていて、その男の表情は読めない。しかし、その真剣な様子から、俺たちはビビりながらもその男の言葉にうなずいた。山に入ってからはまさに地獄だった。普段から人の入る山ではないので、道などあるはずもなく、落ち葉を踏みしめ、雑草を踏みつぶして、ただ黙々とお山の頂上を目指して足を進める。食事制限と眠気のせいで、平地でさえ足元がおぼつかないのに、まだ日の昇っていない山道を、一言も声を上げることすら許されずに登っていくことの辛さがわかるだろうか。ましてや、当時の俺たちは子供である。なぜこんなにも辛いことをさせられるのかわからず、正直逃げ出したい気持ちだった。しかし、逃げ出すことは叶わなかった。なぜなら、俺たちの周りには先ほどの男を先頭に、俺たちを囲むようにして男と同じような格好をした大人たちがいたのだ。俺たちは何とも言い難い雰囲気の中、道なき道を延々と登り続け、そしてたどり着いた先には、小さなお社があった。
何を祀っているのか、今となっては確認のしようもないが、その小さなお社は、子供が10人入り込めば満員になってしまうほどの大きさであった。大人たちは、俺たち5人をそのお社に押し込むと、一人一人に酒と塩を配りながら静かに口を開いた。それを飲んだら、お前たちには、一人ずつお山を降りてもらう。このお社を出たら、どんな道順であろうとまっすぐに麓を目指せ。さっきも言った通り、このお社から出た後、お山を降りるまでは、決して口を開くなよ。それからその男は、このお社の中であれば、俺たち同士で話をしてもいいこと。何があろうと決して後ろを振り向かず、声を上げないこと。太鼓の音が聞こえたら、年少者からお社を出て麓を目指すことを、俺たちに伝えると、お社の外で待機していたらしい他の白装束の大人を引き連れて、お社を出て行った。残された俺たちは、反響乱だった。まだ、日が昇っていないせいで、明かりはあの男がつけていったろうそくの火だけ。不気味に照らされたお社の中で映し出される顔は、見知った友人たちの顔であったが、そのどれもが、正気を根こそぎ奪われたミイラのように見えてしまう。どうなってんだよ。知らねえよ。お母さん、なんなんだよ。くそ。はじめこそ口々に文句や、大人に対する罵詈雑言を吐いていた俺たちだったが、あの F の対象だったお山に、子供だけで置き去りにされている恐怖感と絶望感、そして、これからどうなってしまうのかわからない不安感に支配されてしまい、結局みんな無言のまま、太鼓の音が聞こえるのをひたすら待ち望んでいた。そうこうしているうちに、どこからともなく、のぶとい太鼓の音が聞こえてきた。誕生日的に一番年少の A は、その音を聞いただけで、ビクッと体を震わせて、声にならない小さな悲鳴を上げていたようだが、俺たちの視線と、このお社の中の最悪な空気に耐えられなくなった様子で、扉を開けると、ダッシュでお社を飛び出していった。開いた扉から一瞬だけ覗いた外の景色は、向かいの山にちょうど朝日が顔を出したところで、不思議なことに、この時だけはなぜか安心することができた。A が飛び出していって数十分。俺たちは特に話すこともなく、ただじっと床を見つめて、次の太鼓の音が聞こえるのを待っていた。どこかに隙間があるのか、冷たい空気が体を震わせる。残された仲間同士で体を寄せ合い、寒さから身を守っていると、ドーン、ドーンと、地鳴りのようにのぶとい太鼓の音が再び聞こえてきた。それを聞いた B は、心を決めていたのか、すくっと立ち上がると、躊躇することなくお社を出て行った。それから数十分後には C が、その後には D が、お社を出て行った。お社に残されたのは俺一人。それまでなんとなくあった。仲間と一緒だから大丈夫、という心理もなくなり、俺は本当に一人になってしまった事実に、ガタガタと震えていた。もうこの頃には時間の感覚などなくなってしまっていた。膝を抱え、恐怖と孤独感に押しつぶされそうになっていたんだと思う。だから太鼓の音が聞こえた時は、恐怖よりも歓喜の方が強かった。やっとこの恐怖から解放される。そう思ってお社の扉を開くと、そこには、
なんてこともない普通の山の景色が広がっていた。お社に入った時には、まだ日が昇っていなかったので、よく見えなかったのだが、俺たちの恐れていたお山にしては、拍子抜けするほど普通だった。朝の爽やかな空気が満ち、風にそよぐ色とりどりの葉っぱ。朝露はお日様の光を跳ね返し、まるで光の絨毯を敷いたような錯覚さえ覚えた。思わず、なんだ、別に大したことねえじゃん、と口をついて出そうになるのを飲み込み、俺はお山を下り始めた。一番初めに違和感を感じたのは、山を下り始めて数分のことだった。早朝の山にしては静かすぎるのだ。山に行ったことのある人ならわかると思うが、山は意外にいろいろな音に溢れている。小川のせせらぎや、小鳥のさえずり、木の葉の擦れる音に、小さな虫の声。そのどれもが一切聞こえない。聞こえるのは俺が落ち葉を踏みしめる乾いた音と、気まぐれに吹く冷たい風の音だけ。それに気づくと、途端に、俺はえも言われぬ恐怖に襲われた。やはり、この山は普通じゃない。しかし、恐怖に襲われたからといって、足を早めることはできなかった。空腹と睡眠不足がたたっているのだ。俺はふらつく足を無理やり動かし、徐々に山を下っていく。次に違和感を感じたのは、山の中腹あたりに差し掛かった頃だっただろうか。なぜか誰かに見られているような視線を感じ、あたりを見渡すも、そこにあるのは細い木と枯れ葉だけだった。ここはお山だ。俺以外はすでに山を降りているはずだし、多分気のせいだろう。無理やり自分に言い聞かせて足を進める。と、今度は俺の背後で誰かが話をしているような気配を感じた。それも一人二人ではなく、複数の子供の話し声だった。俺は思わず叫び出しそうになるが、手のひらで口を押さえて悲鳴を抑え込む。その代わりに、俺は足に力を込めて走り出した。何度も斜面を転がり、それでも走り続けていると、いつの間にか謎の気配は消えてしまっていた。張り付く喉のせいで呼吸が苦しく、貧血と酸欠でいよいよ意識が混濁してきた。それでも、この恐怖から逃れるために、俺は這うようにして足を進めた。ことが起きたのはその時だった。突然背後から、〇〇と、母親の声が俺の名前を呼んだのだ。思わず振り返る俺。しかし、そこに母の姿はなかった。代わりにいたのは、俺と同じ白装束を着た一人の少年。一瞬、先にお山を下ったはずの友人かとも思ったが、声を出すなとあれほど言い含められて、声を出すような奴はいないはずだ。それにその少年の顔に、俺は見覚えがなかった。それほど大きくはない村だ。同年代の子供の顔くらい全員わかる。それでは、あいつは一体何者か。俺が頭を巡らせている間に、少年はにっこりと笑顔になると、いたずらを思いついたような顔で口を開いた。さあ、一緒に行こう。その言葉を聞いた瞬間、俺は全身に鳥肌が立つのを感じた。胸の奥がカッと熱くなり、悲しくもないのに涙が止まらなくなった。さあ、行こう。少年が徐々に近づいてくる。不思議なことに、落ち葉を踏みしめているはずの少年の足音は、なぜか聞こえなかった。さあ、
いよいよ少年との間が、手を伸ばせば届く距離となったとき、お社を出るときに聞こえた太鼓の音が、地鳴りのようにして俺の耳に届いた。少年から目を離し、後ろを振り返ると、腐ったようなしめ縄と、ふもとで太鼓を叩く大人たちの姿が見えた。いつの間にか、お山を出るまであと少しのところまで来ていたのだ。俺は、必死の思いで身を翻すと、しめ縄をくぐって、大人たちの待つふもとへと一気に駆け下りた。俺がお山を抜けると、大人たちは何を思ったか、憔悴している俺に向かって大量の酒と塩をぶちまけた。そして、模造紙のような巨大な紙で俺を包むと、乱暴に軽トラックの荷台に俺を放り投げた。反抗する気力もないまま、荷台で揺られ、寒さと空腹を覚えつつ、俺は眠りについた。目が覚めると、俺は自宅のベッドに寝かされていた。両親に話を聞くと、どうも、三日三晩眠り続けていたらしい。両親は村長と神主さんに、一応覚悟はしておけ、と言われていたらしく、俺が目を覚ました時は、死んだ人が生き返ったように驚いていた。両親が落ち着きを取り戻した頃に、あの山は一体どういったものか尋ねてみたが、明確な答えはなく、ただ、悪いものが集まるのがあの山。そしてお前が見たのはおそらく、テンポポ様だろう、といった切り口を開くことはなかった。あの時、俺の他に参加していた、A、B、C、D については、俺のように何かに話しかけられたり、何者かの視線を感じることはなかったそうである。体調が回復した後に、俺が村長と村長から聞かされた話の中では、俺のようにテンポポ様に話しかけられて戻ってきた子供は、これまでいなかったそうである。テンポポ様に話しかけられる、気に入られる、ことは、そのまま連れて行かれることを意味していて、俺の場合は運が良かったのか、テンポポ様の気まぐれなのか、よくわからないと言っていた。その話を聞いて、少しでも天秤が傾いていたら、俺はテンポポ様に連れて行かれて、死んでいたのではないか、と思うと同時に、それを村のしきたりとして自然に受け入れている大人たちに対して、恐怖と軽蔑の念を抱かずにはいられなかった。これが、だいたい10年くらい前の話になる。その後、俺は何事もなく成長し、高校卒業とともに、これ幸いと村を出た。成人してからもほとんど村に戻ることはなかったのだが、この間個人的な事情により、久しぶりに村に戻る機会があったので、親父と元村長にお山について話を聞いてきた。最初はどちらもかなり渋っていて苦労したが、私が当事者だということと、成人しているということで話してもらえることができた。まずはじめに、お山についてだが、あの山は昔から地元の悪い気の流れが集まる、一種の異界なのだそうだ。鬼が出たとか天狗が出たとか、そういった話にはこと欠かず、女や子供が立ち入ろうものなら、数日のうちに何かしらの不幸がその侵入者に訪れると言われるほど、土地に染みついた悪意だとか怨念といったものが浄化されることなく溜まっていく。見るに見かねた当時の村人たちは、お山をしめ縄で封印することにするが、それも大した効果はなく、溢れ出る邪悪な気は、数年から数十年単位で、
村に干ばつや洪水、飢饉、流行病などの天変地異を引き起こしていたらしい。そこで考案されたのが、あの奇妙な風習である。二次成長直前の、肉体的にも生命的にも、最も柔軟で充実している少年たちを集め、9日間をかけて身を清めることで、人ならざる者とし、その中の一人を生贄としてお山に捧げる。そうすることで、お山の邪気を払おうとしたのだ。実際、効果はあった。それまでの天変地異は嘘のようになりを潜め、お山に対する畏怖の念は時代の流れとともに希釈されていった。一定の期間で少年たちを供物に捧げてしまえば、お山は恐るるに足らないと、ほとんどの村人が思っていた矢先に、村を未曾有の大飢饉が襲うこととなる。天保4年、西暦1833年の、いわゆる天保の大飢饉だ。当時の江戸幕府すら揺るがしたこの未曾有の飢饉は、例外なく俺の村を襲い、そして多数の餓死者を出した。そこで注目されたのが、先の風習だった。飢饉をお山が起こしたものだとすれば、村のしきたりを利用して口減らしをすることはもちろん、供物として捧げた少年の肉を食うことで、当面の食料にもなるという一石二鳥の名案だと喜んだらしい。今となっては鬼畜の所用だが、きっと当時はそんなことも言ってられないほどひどい状況だったのだろう。こうして、飢饉が収まる天保10年までに、延べ50人以上の少年たちが供物としてお山に捧げられ、そしてその少年たちの無念と、この世に対する恨みが、お山の邪気と融合して怪物が生まれたのだ。それこそが、天ポポ様。飢饉前に供物として捧げられた少年たちも合わせると、おそらく100人以上の少年たちの怨念の塊であり、土地の悪意を吸収してさらに成長した怪物。その怨念を抑えるために、さらに供物として捧げられた少年たちを合わせると、その規模はもはや想像もできないほどの数に上ることだろう。村としても、何度も著名な霊能力者に、お山に救う天ポポ様を何とか沈めることができないか依頼したそうだが、どの人も、お山を見た瞬間に凍りつき、あれは、人の払えるものではない。これから何百年もかけて管理し、徐々に力を弱めていくことしかできないでしょう。とさじを投げたらしい。あのお山を管理することは、村に生まれた者の務め。何の罪もない無垢な少年たちを、供物という形で殺め、死肉を貪り生き延びた者たちの末裔として、それは当然の義務かもしれない。しかし、今年生まれた俺の息子の顔を見ると、俺はこう思わずにはいられないのだ。どうかこの子が12歳になる時に、俺と同じような目には合いませんように、と。長々とすいません。以上で終わりです。第7話、結末。とある男が東国から都を目指してやってきた。瀬田橋を渡ってきたところで、日が暮れてしまったので、どこかで宿を取ろうとしていたところ、荒れ果てて人も住んでいない大きな家を見つけた。男は馬をつなぎ、床に革などを敷いて、一人横になっていたが、寝つけず、やがて夜が更けた頃、部屋に置いてあった大きな箱が、一人でに、ごほろ、となって、蓋が開いたのを見てしまった。
そうこうしている間に、箱の蓋が次第に大きく開いていくように見えたので、男は怖くなって馬に這い乗って、鞭を打って逃げようとした。するとその時、箱の蓋をガサッと開けて、何者かが出てきた。その者は恐ろしい声を上げて、貴様はどこへ逃げようというのだ。私がここにいたのを知らなかったのか。と言って追いかけてきた。男は馬で逃げながら後ろを振り返ってみたが、夜中であったのでその者の姿は見えず、ただただ恐ろしくなった。ほどなくして、瀬田橋まで逃げてきた。男は馬を乗り捨て、橋桁の柱の元に隠れた。観音様、助けてください、と念じながら、体を縮めて潜んでいると、何者かが橋の上にやってきた。その者は恐ろしい声を上げて、どこにいる、と、幾度か呼びかけた。これは隠れきったなと思っていた男のそばで、おりますよ、と、声がした。物語はここで終わっている。これは、今昔物語集に収録されている話で、どういうわけかここで筆が置かれており、ページの残り2行分と、次のページが丸々白紙となって現代に残っている。話の結末を知る術はない。無論、作者の身に何が起こって、書きかけとなったのか、そのわけも、今となっては知る由もない。第8話、遺影の電話。俺が大学生の頃の話。学校の近くの寮に住んでた俺。ある日の朝、電話の音で目覚めた。受話器を取ると、誰やお前。なんで出るねん、の声。ちなみに俺は大阪在住。学校も大阪。びっくりして何か言い返そうとしたら、すでに電話は切れていた。で、変な電話だなぁと思いつつも、起床して学校へ行った。その日はサークルの飲み会があって、みんなとバス停で待ち合わせ。しかし誰も来ない。携帯電話を持ってない俺は誰とも連絡が取れず、家の留守電に何かメッセージが入ってないか確認しようと思い、公衆電話から家にかけてみた。すると、受話器を取る音が、誰もいないはずなのに、驚いた俺は、誰やお前、なんで出るねん、と叫んでいた。俺の言いたいこと、わかってもらえるでしょうか。説明のつく事象なんですかね。第9話、午前2時。昨日の出来事なんだけど、彼女の家に泊まりに行った。仕事は昼1時からなので、朝方6時30分頃家に帰りそのまま寝た。ふと目を覚ますと、時計の針は2時を指している。やべえ、と思ったが外が暗い。その時はなぜか、なんだと思い、寝直して、次目が覚めたのが朝の7時。自分の部屋でタバコを吸いながら、なんで夜中の2時に目が覚めたのか、ぼーっと考えていた。彼女の家で5時ごろ勝手にパスタ茹でて食ったはずなのに、なぜだか空腹だったので、ダイニングに行くと母親が、あら、寝なかったの、と質問してきた。やはり自分は、6時30分に帰ってきたようだ。だけど、彼女の家ではビデオ見てて寝てないのに、ぐっすりと寝た感触があり、パスタ食って2時間しか経ってないのに、この空腹感。そのまま起きてて会社に行ったのに昨日は全然眠くなかった。
やっぱり夜中の2時に起きたのは夢じゃなかったのかな。狐につままれたような不思議な一日でした。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。